どうもすす。みません勇敢富士賞、オーシャンステイクステクの結果分析です1着ベント・ボーチェ2着ディビナシオン3着エイシン・ポッターでした。まあ、ベント・ボーチェは仕上がりがよくてパドックで一番よく見えたは見えたんですけれどもまあというよりかはやっぱルメール騎手の好判断でもうじわーっと上がってって早めになだれ込みっていうような形で押し切って全体的にうまくまとめきったなっていうところがありますね。レレイイハハリリアアがが押して押して逃げまして2番手がジジャャスパージャック。でレイハリアは、 やっぱりいい頃ほどの脚力とか能力はなくなってきてるんでちょっと勝負どころから4コーの手前辺りから引っ張りきれなくてなのでジジャャスパージャックがいいかななきゃいけないんですよね。それでこちらは勝ちロケーと同中の細かいラップなんですが 600m の通過33秒4はまあ重症クラスですんでハイペースとまではいかないんですが早めの平均ペースぐらいでまあ力のある逃げ先行馬だったら別にきつい展開でもないかなっていうような。 それでこういうふうに前半ペースが流れちゃうと、まあ、どっか楽したいというか息を入れたいっていうような気持ちが出たりなんかしてたまに後半大胆に仕掛けきれないような馬馬先行馬のジョッキーいるんですよね。それは逆でペースが流れても後半は大胆に仕掛けていかないと後続の馬たちあとはルメール騎手みたいな頭のいいジョッキーたちだったらなんかペースが上がってないぞっていうような感じでそのまますっと。 後半まとめに入るっていう時があって、まあ、それが今回ですねルルメルキュー動いていてきましたよね、まあ、1200m とか短距離って基本的にはワンペース気味なんであんまりこういう展開はなくて 2,000m 前後とか中距離とかだと結構あるんですよね。前半ハイペースで流れたからとラスト800600ぐらいのところで息を入れようとして変にペースを落としちゃってそのうちに後ろの馬たちに割っとこられちゃうとか。 そういうようなことがあったりなんかするんですが、まあ、それと近いようなことがこの 1,200m でも起こっててそれはレイ・ハリア吉田豊騎手がペースを上げきれなかった上げようとしなかったということではなくてレイ・ハリア吉田豊騎手はペースを上げていこうとしてるんだけれどもレイ・ハリアが進んでいかなかったんですよね。なので2番手のベント・ボーチェの北村宏騎手がですね もう早めにかわして自分から行かなきゃいけなかったんですがそこで変に貯めちゃったからこそ後ろから割っとこられちゃったっていうような形なんですよねなのでそこの,あの技,技術云々の前に競馬能ですね競馬能で北村宏騎手が大分を取ってルメール騎手が頭が良くてもう基本的に先行馬っていうのは主導権握って競馬を作っていかないとそうじゃないと今回みたいに逆に ルルメー騎手に競馬作られちゃう後ろの馬に競馬作られちゃう形で後手後手に回ったのがジャスパー・ジャック先行馬の方なんですよねそうなってしまうともう後ろから割っとこられちゃったらもう後半の勝負どころなんでもうあれで競馬終わっちゃってるんですよねそれでその逃げてたレイ・ハリアを早めにかわして先頭に立たなかったジャスパー・ジャック北村宏騎手が行かなかったことによって直後の行為で足を溜めてたジュビリー・ヘッドも。 巻き込まれ事故みたいな感じで不利受けてしまっててで「まあ、君はクイーン」の岩田康成騎手も早めに仕掛けていったんですが、まあ、それは後ろから外からルメール騎手ベント・ボーチェが来たんでそこでかわされちゃいけないということで譲らず「君はクイーン」も早めに仕掛けていったんですがそれで君はクイーンも上がっていったことによって少し内目にいた皇位のジュビリーヘッドが挟まれるような形というかですね押し込まれるような感じですね。 踏み遅れに直線差し返すようにジュビリーヘッド少しは伸びたんで内容悪くはないんですが、まあ、ジャスパー・ジャックが行くべきところで行かなかったことによって直後のジュビリーヘッドもかなりの不利を受けたということですね。まあ、ジュビリーヘッドの横山和夫騎士もあそこで自分から仕掛けていくべきだったんで、まあ、それも判断ミスではあったんですけれども、まあ、ただ基本的にジュビリーヘッドは勝ち切ろうとするとある程度。 溜めを聞かせてスッと伸ばしたいっていうところがあってあそこで先に早めに動いていったところで勝てたかというとまず勝てなかったかなと思いますんで、まあ、ちょっと展開不利を作ったやっぱりジャスパー・ジャック北村弘志騎手が今回の競馬の鍵ではあったかなと思いますしその中でベント・ボーチェルメール騎手が好判断で、まあ、後半ペース上がりきってないなっていうところですっとそのまんま生かしてっていうような。 全体的にまとめっっったた、たルルメーー騎士ののささが光った頭の良さが光光頭良いうようよなレースでもありますね。まあ、勝ち時計の1分7秒4もロードカナールのレコードが1分6秒7で、まあ、今回時計はある程度かかってましたんで時計的にもある程度は優秀だったかなと思いますね。それでこちら下の方はパドックを見た直後の評価なんですが遠心ポッター不安もぎり。 これっていうのはやっぱ前走の方がどっしりとしててタメが効きやすそうなイメージが出てたんですが今回はちょっと歩き急ぐ感じというかですね、まあ、少し何というか作っちゃった感じに近いというか、まあ、輸送も影響してたのかもしれないんですが少しだけタメが効くのかどうかっていう不安はあったんですがまあなんとか苦しい競馬にはなったんですけれどもそれなりに走ってくれたというところですね。でベントボーチに関しては もう今回一番仕上がりがりよく見えましたですねですからこの3頭で3頭軸でもっていうぐらいそれぐらい選ぶのが難しかったんですが、まあ、僕は最終的にはやっぱ AC ポッターで行ったっていうところはありますね。でナランフレグに関してはまあもともとそのずぶくて重いタイプでもありますんでまあ少しちょっと力強さが足りなかったりだとか余裕もあったりなんかはしたんですがまあでもマルタ騎手が乗りますし。 素足はある程度安定して走るタイプなんでそれなりに走る可能性はあるかなと思ったんですが、まあ、やっぱりナランフレグは加速に時間がかかるタイプなんで4コーナー直線の入り口あそこでスムーズにいかなかったら終わりますよねで上のところこれはレース後に書き込んだんですけれどもベント・ボーチはパドックで一番良かったので順当ただもちろんエイシン・ポッターにルメイル基地が乗ってれば結果は逆だったかとまあこれはそうですねやっぱエイシン・ポッターごちゃごちゃしてた き,きついところに入ったっていうのもあるんですがルメール騎士だったらもうちょっとスッと動かせたでしょうしそういう違いはありますしベント・ボーチェだって今回ルメール騎士はめちゃくちゃ好奇情してますのでそして2着のディビナシオンディビナシオンはパドック良くなかったですねちゃんと見てから結果分析でっていうことだったんですがちゃんともう一度パドックを見ても良くなかったですね。 そそしてその一番右のディビナシオンからなんですけれども、まあ、ちょっと踏み込みに力強さが足りなくて全体的に動きがぶれてるような感じもありまして、まあ、実際に走りなんか見てても直線あんまり伸びてないんですよね。ですがもう位置取りと進路取りがどハマりで中段の内目で足をためてそれで徐々に外へっていうような形でもう一番楽な進路を取れてるわけですよね。 まあですからそれだけ位置取り進路取りがどハマりしたんで対して直線伸びてないのに前の馬たちはバタバタ止まって歩いてるわけですから伸びてるように見えるっていうようなそういったような内容なんですよね。もうフットワークなんか見ててもアップアップしてるような感じであんまりいいフットワークとも言えなくて、まあ、パドックでの見た目通りというかあんまり出来は良くない時のディビナシオンだったかなと思いますね。まあ、ただやっっぱりり雰囲気といいいうかか馬ぷなんはので、 状態があんまり良くなかっただけであって素質はあるのでこれ使ってガラッと変わる可能性はあるっちゃあるので、まあ、そういった意味では、まあ、あのこの状態でもある程度反応のいい競馬はしたわけですからナランフレグナランフレグは、まあ、ちょっと余裕ありましたしあとは後ろの付け根周りとか腰周りですねその辺なんかがボリュームが足りなかったり、まあ、それで踏み込みも多少 力強さが足りなかったりそういうところはあったんですがまあでもこの感じでもある程度走る馬ですしある程度は走れる仕上がりにはあったと思いますね、まあ、ただそういった中でももともとずるさ加速に時間がかかるっていうところが最近はありますし後ろから追い込むしかないっていうところもあってまあ出遅れもあったんですけれどもまああれぐらい腹くくった方がいいっちゃいいタイプではあるんでというかもっと素がるくて出来が良ければ。 もう少し中段あたりまでポジションを取ったりだとかそういうのはありなんですが今回のような重いような感じだとやっぱり最高峰に近いところから極端な競馬した方が安定はするかなっていうようなところですね。まあ、それでやっぱりいつもよりも余裕があるぐらいなんでいつもよりも加速に時間がかかるナランフレグだったんで4コーナー前後のところあそこでスムーズにいかなかった時点で競馬は終わりですよね。グララスミアラビ グララスミアラビははこの馬としては仕上がりいいいんじゃないですか、ね、まあ、ただやっぱ力強さが足りなかったりだとか、まあ、相手も強かったっていうところもありましたし後方で苦しい競馬にはなったかなっていうところですね。まあローカルの福島とかあの辺使えたり、まあ、あの新潟とかでもいいんですけれどもいいところ出る可能性あると思いますね。ロードマックスロードマックスはこの馬としては仕上がりはかなり良かったんじゃないかなと思いますね。 まあただやっぱ見た目的にあんまりスピードとかタフな能力勝負っていうのに強くないタイプなんで 1,200m 使わない方がいいんじゃないですかね 1,400m かそれか作り方変えてマイル持つようにして素足勝負に徹するとか一旦息が入ってタメが効いて直線勝負っていうような競馬が合うタイプなんで 1,200m だとちょっと足がたまりきらないそういったようなレースが多いんじゃないかなと思いますね。 ジャズエチュードもやっぱり馬っぷりですねですからまあその後ろの左右の足が揃っちゃったりだとか勝負どころで不器用なところが出ちゃうまあコーナーもあんまりうまくないっていうところもありますんで、まあ、基本的に逃げたりだとかもしくはどっかのタイミングで一気にまくって早め戦闘とかそういったような大胆な戦法をしていかないとなかなか難しいですよね。 で相手も強かったっていうところもありますんで、まあ、1,000 4ぐらいまでは持つ可能性普通にあるかなというようなタイプなんで、まあ、なるべくその騎手の優劣も響かないような逃げとかそういう形で競馬もしくはばらけたら2番手とかそういうような競馬してた方がいいんじゃないかなと思いますね。ジュビリーヘッド,ジュビリーヘッドは、まあ、もうちょっっっとと余裕あって欲しかったなと思いますんで、 仕上げすぎた感じは少しあるかなと思ったんですがまあでも仕上がりは良くて力はある程度出せる仕上がりにはあったと思いますね、まあ、それでも、あのー、例えば軸馬もしくは単服買う馬として選ぶレベルだったかというとそこまでの目立ち方はしてなかったなというところがありますね、まあ、それでさっきも言った通り2番手のジャスパージャック北村博志騎手が早めにレイハリアをかわしに行かなかったことによって 変なためができちゃったというかです、ね、もう短距離であそこまで変なため作っちゃいけないんですけれどもそこで後ろから外からルメール騎手ベント・ボーチェと君はクイーン岩田康成騎手が来てジュビリーヘッドを外からかぶせる形というか押し込めるような形になりましたんでもうあそこの勝負どころでああなったら競馬は終わりなんでもう終わってましたね。 ですが、そこで気持ち切れずにですね、最後少し伸びたっていうところを差し返したような形になりますので、これは馬は偉かったなっていうふうに思いますね。オパールシャルム、オパールシャルムも馬っぷりはある程度いいんですよね。ですが、このままちょっとその後ろの左右の足が揃っちゃったりだとか、なんか不器用な後足が使えないような感じでもありますし、あとは力強さが足りなかったりだとか、まあ相手も強かったなっていうようなところで。 逃げれたりだとか、もしくはばらける展開の2番手とかそういうようなストレスがかからないような競馬だったら構想できた可能性はあったかもしれないんですがまあそれでもちょっと気難しいところもあったりなんかしますんで相手関係楽じゃないとっていうところありますね。カイザー・メランジェカイザー・メランジェはまあ良くなってきてるとは言ってたんですがまあ 結構レース内容も良かったですしだいぶ調子戻ってきたなと思いますねまあ、ただピークは過ぎてますんで足の筋肉脚力バネは落ちてますんでまあ、少しワンペース気味になったカイラーザメランジェとしてそれなりに走るぐらいには戻ってきたっていうような形ですねそれでこのカイザメランジェは逃げたり先行したりして重傷で結果残したんですが ももととははの時差し追い込み馬だったんですよねなので今回みたいに中段あたりで差す競馬もできましたし手応えはある程度いい形で上がってこれたんですがでも打ちつき強引な形でもうジタバタもしててもう見てられないような不細工な競馬しちゃいましたね。もちろん外に行っても進路は開かなかったと思うんで内に入るのは悪くはないんですがただ引っ張った状態から急に追い出すような感じに近いんで。 もう一旦スッと離してあげて仕掛けて強くしていくっていう風にそういう順序を追ってちゃんとやってればまあここまで見た目の悪い形にはならなかったと思いますしまあ,あの外開かなかったらしょうがないっていうような風に言えるんですけれどもやっぱりベ,ベントボーチェはまあ良い意味での余裕もありましたしまあ全体的にバランスも取れててまあ今回パドックで一番よく見えました。 まただそうですね同じぐらいの素足を持ってる馬いっぱいいましたし最初追い込み客室の馬が多いメンバーだったんでそこまで目立った切れる足がないのでどうかなとは思ってたんですが、まあ、その中でルメルク氏がもう足を貯めて後半に関しては千行馬たちがペースを上げきれないと見て外からスッと生かしたというか、まあ、多分ベントポージ自体に手応えがあって反応もあったんで。 変にスピードを落としたり、溜めたりするよりかは、マイペースで生かした方がいいと判断したんでしょうね。まあ、千二百メートルっていう短距離でもありますし、やっぱりマイペースで走らせて、あの自分の形で後半も加速していくっていう。まあ、そういうふうに馬を信じての能,能力を引き出すっていうような形。もう上機場に近いルメル騎手の後期場ですね。レイハリアレイハリアは。 まあ見た目的にも悪くはないですし仕上がりは悪くはなかったとは思うんですがまあやっぱり年齢的なものもありますし筋肉の質が落ちてバネも落ちたりなんかしてまああまりその良いい感じででもないんですよね。確かにレイハリアは調子が良かった時でもですねそんなに早い時計で何かいかにも。 スピードと能力で押し切るっていうよりかは結構2番手あたりから楽な展開に持ち込んでっていうような競馬が多かったんでまあもともと厳しい競馬になるとちょっと難しいところが出るようなそういったようなタイプでもあったのかなとは思うんですけれども、まあ、で今回に関しては逃げ押して押して逃げてそれで、まあ、早めに後半も行こうとはしてたんでしょうが、まあ、4コーナー手前辺りから進んでいかなくなったんでそこで終わりましたね。 君は,クイーン君はクイーンは、まあ、パドックで馬体はまあまあで、まあ、こ,のここの奥村武厩舎は馬体の見た目的にはまあまあに仕上げてくること結構ある厩舎なんですが、まあ、ただそこで厩舎 D というふうにしてたのは見た目はよくとも中身ができてなくてちょっと繊維喪失しやすい馬が多いっていうようなそういったようなことは何度か言ってきたんですがその奥村武厩舎は今 旧車リーディングでで1位で数字なんかもかなりいいんですがまあただ多分たまたまなのでこれから数字が落ちていく可能性高いと思いますねまあでも今までのイメージと違って厩舎が良くなってる可能性もあるっちゃあるのでまあでも今回の「君はクイーン」なんかはやっぱちょっと気象的に当てにならないというかメンタル弱そうなそういう雰囲気はありましたね。でさらにに、あのーまあ、やりたたかったことを先に ベントボーチェルメール騎士にやられたというかですね外からベント・ボーチェルメール騎士が来たんで、まあ、そこで君役クイン岩田康成騎手が譲らないというような感じで背面にっていうような形で行ったんですが、まあ、ただちょっとやっぱ馬もそ,のそんなにはパワーがあるタイプでも長く足が使えるタイプでもないのでレース前に行ったかどうかは忘れたんですがこの君はクインは基本一足で勝負を決めたいタイプなんですよね。 ですがルメール騎士が外から来たことによって自分も動いてかなきゃいけなくて足を2段階3段階使わなきゃいけないような騎乗をしちゃったんですよね。なので足が持たなくて直線の入り口で、まあ、気持ちも切れたりしたとは思うんですが、まあ、ちょっとパワー負け能力負けっていうような内容になってしまいましたね。タイ,タイムトゥーヘブンは悪くはないですしまあまあだとは思うんですが、まあ、ただ。 この短距離を使うにしてはちょっとパンとした感じが足りないというかもっさりとした緩い動きだったというところもあってまあこれだと多分 1,200m じゃなかなかためは効かないだろうなと器用な競馬はできないだろうなっていうふうには見てましたで、まあ、後方からやっぱりいいところもなくてまあ少しまだ 1,200m に対応するには時間がかかるなっていうような内容ではありましたねまあでも例えば新潟とか中京とか ある程度直線勝負しやすいようなコースとかだったら 1200m こなしやすい可能性はあると思いますね。エイシン・ポッター。エイシン・ポッターはまあ最初にも言ったんですがまあちょっと前走ぐらいどっしりとしててタメが効きそうな感じだと理想的だったんですが少し歩き急ぐ感じというかですねまああのどっしり感が足りないというような馬体と動きではあったので気にはなったんですが。 まあでも難ししいい競馬ににななならなければあるる程度は力はは力出せるだろうなというとう見てましたでもやっぱりそのどっしりしてた方が後半のロングスパートとかですね長く足を使うとか器用に立ち回るとかそういうような競馬しやすいんでそれと比べてちょっとその歩き方があんまり不安定だったっていうところもあって要するにちょっと不器用さが出てる感じがありましたんで。 勝負どころですっとついていく、すっと反応するっていうのが難しかったところはあったかなと思いますね。まあ、ただ、今回はもうレース展開、レースの質が特殊で、まあ、千二百メートルって、基本、もっとワンペースにすっと流れるんですけれども、今回は緩急がついているような感じなんですよね。勝負どころから、外のベント・ボーチェあたりがワッといったような感じもあったんで、多少入れ替わりの激しい展開になったんで、その中で。 まあ後方にいたエイジン・ポッターはごちゃごちゃっとしたところから押し上げなきゃいけなくて、まあ、今回の仕上がり具合がさっき言ったみたいに多少不器用っていうのもあったんですがあ,のあとは技術的に角なんだ大河騎手がまだ足りないっていうところがあって馬がスッと進まなかったっていうところもあるんですが、まあ、4コーナーの手前辺りでは結構苦しくてあこれしんどいかもなっていうような感じで見てたんですが直線向くところでですね ちょっとスペースが空いたんですよね前の方があれがタイトのまま行ってたらしんどかったんですがあそこで直線の入り口で開いたんでまあ、その分そこで入っていけてでなんとか叩き合いで勝負根性も発揮してっていうような形で3着拾ったような感じですねま本、あ、当よく3着に来たなっていうようなレース内容で普通はですねまあ、やっぱり後ろからっていうのはポジションが悪い代わりにばらけてたりだとか乗りやすいポジションになることが多いんですが 後ろがばらけてなくて後ろもごちゃごちゃしててエイシン・ポッターの周りもタイトだったりなんかして、まあ、それに関してはちょっと角田大河騎手はもうちょっと下げればよかったりだとか、まあ、変にその譲らないっていうような競馬しすぎて落ち着きのない競馬を終始しちゃったっていうそういう若さも出てるんですがもうずっとごちゃごちゃしてて後半に関してもスッと反応できないというかですね入れ替わりの激しい展開で。 なんとかついていかなきゃいけないとかそういうような本当に苦しい競馬で足もたまりきらなかった内容だったんですがその中でこ,これだけ勝負根性で3着拾ったわけですから馬のポテンシャルというか、まあ、上手に作っていければピンポイントで力を出せるようにうまく乗れれば。 優勝ははててる、るそうういいっったよななな器にはなってくるかなと思います、ねまあ反応が悪かったりなんかしたのは仕上がり具合とか展開の難しさだけじゃなくてやっぱルメールク州が乗ったりなんかすれば、まあ、また全然内容は違ったと思いますんで、まあ、やっぱりジョッキーの強みがない中でこれだけ走ったというのは大きいかなっていうふうに思いますね。スンリー は、まあ、仕上がりは良かったと思うんですが、まあ、やっぱりちょっとここに入るとスピード面だとか器用さに関しても劣るかなっていうところがありましたしまあ追い込み馬なんで、まあ、腹くくって乗れれば有利に競馬進められる時もあるっちゃあるんですが、まあ、今回は追い込み馬も後方がごちゃごちゃしてたりなんかしてばらけなかったんでまともに外回りながら後ろから追い込むような形になって、まあ、そうなってくるとやっぱごまかしが効かなかったんで。 しんどかっったなっていうところはありますねジャスパー・ジャックジャスパー・ジャックはまあまあ仕上がり良かったですし確実に前走よりも良かったかなと思いますねなので逃げればかなり怖かったんですが逃げれなかったですまあレイ・ハリアが押し押して譲らないというような感じでいったんでそこで2番手だったんですが、まあ、道中の走りなんかも見ても分かる通りもう全然スピード能力違いますし余裕もありますよねですがそのスピード能力を 邪魔しちゃうようなそううよよよなななそいったような机上なんですよねで最初から説明している通り前半ペースはある程度流れてたんですけれどもでもペースが流れたからといって後半の仕掛けは躊躇しちゃいけなくてやっぱり先行馬っていうのは基本的には主導権を握って競馬を支配しなきゃいけないんで絶対に後手後手に回っちゃいけないんですよね。先手先手でいかなきゃいけないところで変なためを作ってしまったがために後ろからベント・ボーチェルメール騎手に隙をつかれて一気に来られちゃうっていう。 それでもう4コーナーの手前辺りでは時すでに遅しになってるんで、まあ、割っとこられちゃってもうジャスパー・ジャックはだいぶ不利になってるんですよね。なので今回はもう北村宏之氏がだいぶ墓穴を掘ったっていうような形になりますね。でレイ・ハリアーが仕掛けても仕掛けても進んでいかなかったんでもうだいぶ早めにレイ・ハリアーをかわして早め戦闘っていうような形で自分で競馬を作ってスピード競馬に持ち込んでまとめきって なななななかなか後ろが追いい込めよような展開を作るべきなんですよね。マリアズハート・マリアズハートは仕上がりは良かったんですがもっとメリハリの効いた馬体しててもっと切れそうなイメージの時もありましたんでその時と比べると少し緩さはあったかなっていうところなんですがまあでも力は出せる仕上がりにあって、まあ、後方からの競馬で、まあ、いつも通り腹をくくった競馬で、まあ、乗り方としては良かったんですが、まあ、ただあのさっきも言った通り 普通だったらもうちょっと後方をばらけるんですが追い込み客室の馬が多かったっていうのもあるんですが結構後方がごちゃごちゃしてたというかですねばらけてくれなかったところもあって、まあ、少しまともに追い込むような形にはなったんですがまあその中でも比較的マリアズ・ハートはこうロス少なく回ってこれて直線外に出すっていうある程度は理想的な進路は取れたかなと思いますね。 ただまあ、そうでですすねねルルメール騎士が厄介ですよ、ね、ベント・ボーチェが先に外からワッと行っちゃったんで 1,200m なのにある程度緩急がついてるような展開でもありましたんでやっぱなかなかその差し込めない追い込みきれないというような展開には持ち込まれたかなというのはもうベント・ボーチェルメール騎手が外からのなだれ込みというような形で後ろから追いつけないような競馬してますんで、まあ、そこを後ろから追い込まなきゃいけないそういう。 ことではまりきらなかった部分はあったかなと思いますね。まあ、でもこのま学りに外から伸びてきてて、まあ、今のマリアズハートとしては、それなりに力は出せたかなっていうところはありますね。やっぱこのまま中山得意ですね。以上です失礼します。